うん。どうした？お前がピザを残すとは。今日は雪が降りそうだね。随分な言い草だな。私にもそういう気分の時はある。お前と違って私は繊細なんだ。ほう、そうか。ならずっと繊細でいてくれ。いつもそうなら食費が浮いて助かる。ルルーシュ、さすがにお前でもわからなかったか。これは残したわけではない。お前は忘れたのか。私にギアスは聞かないこと。これはお前の分だ。お前が学園にいたら準備に追われ、ルルーシュとここに来ていただろう。だから残しておいたのだ。感謝しろよ。なあ、この世界はお前に優しかったか。目覚めたことを後悔してはいないか。お前には本当に驚かされる。あんなに悲しくて、それでいて強い言葉は初めてだ。お前たち、打診は受け取ったな。では、悪いが、伝言を頼みたい。上根島まで飛んでくれ。眠っている男にこう伝えてくれ。次に目覚めた時も、世界がお前に優しいことを祈っている。